ラプンツェル。昔、お腹に赤ちゃんのいる若いおかみさんが、裏の畑のラプンツェルを食べたくなりました。でも、その畑は魔女のものです。主人がこっそりラプンツェルを取りに行くと、魔女に見つかってしまいました。ラプンツェルはいくらでもやるさ。その代わり、生まれてくる子供は私がもらうよ。そして魔女は生まれてきた女の子を連れ去ってしまったのです。魔女はその子にラプンツェルと名付けて、階段もドアもない高い塔に閉じ込めて育てました。ラプンツェルは美しい娘に育ちました。ラプンツェル、ラプンツェル、お前の髪を垂らしておくれ。魔女が塔の下から呼びかけると、ラプンツェルは窓から長い髪を垂らします。魔女はその髪を伝って塔に登ります。ある日、一人の王子がその様子を見かけました。ラプンツェルの美しさに心を奪われた王子は、夜塔の下で呼びかけました。ラプンツェル、ラプンツェル、お前の髪を垂らしておくれ。下がってきた髪につかまり、王子は塔に登りました。ラプンツェルは驚きましたが、すぐに王子が好きになりました。それから王子は毎晩塔に登ってくるようになりました。それに気づいた魔女は、怒ってラプンツェルの髪を切ると、荒れ野に置き去りにしました。その夜、王子がやってくると、魔女はラプンツェルのふりをして、切った髪を垂らしました。そして、何も知らずに登ってきた王子に言いました。ラプンツェルは、荒れ野に捨ててしまったよ。王子は悲しみのあまり、塔から飛び降りて、目が見えなくなってしまいました。王子は、ラプンツェルを探して、森をさまよい、荒れ野にたどり着きました。ああ、王子様。その声は、ラプンツェル。やっと会えた二人は、しっかりと抱き合いました。ラプンツェルの流した涙が、王子の目に降りかかると、不思議なことに、目は元通りに治ったのです。そして二人は、王子の国で、幸せに暮らしました。稲葉の白うさぎ。昔々、大国主の御事という神様が、大荷物を背負いながら稲葉の国を訪れた時のことだ。
海岸で一匹のウサギが皮を剥がされて泣き伏せっていた。おいウサギ、どうして泣いているんだい？大国主の御事は穏やかな声で聞いた。実は私は沖ノ島という島に住んでいました。前から島を出たいと思っていたので、サメを騙して海を渡ることを思いつきました。私はサメにどちらの仲間の数が多いか比べたいから海の上に並んでくれと頼み、数を数えるふりをしてサメの背中を伝って向こう岸まで渡っていきました。しかし最後の一頭というところで、あまりの嬉しさのあまり、やい騙されたな、海を渡りたかっただけなのさと言ってしまったため、怒ったサメに体の皮を剥がされてしまったのです。私が痛さに震えていると、若い神様たちが通りかかり優しくおっしゃいました。かわいそうに、海水を浴びて太陽と風に当たるといいよ、痛みが取れるから。その通りにしたのですが、治るどころかヒリヒリと刺すように痛みがひどくなり、動くことすらできなくなりました。それでこのように泣いているのです。なんとむごい話だ。話を聞いた大国主の御事は眉を潜めた。いいかい、まず川に行き、真水で塩を洗い落としなさい。それからガマの花粉を敷いた上にゴロゴロと転がりなさい。大国主の御事の言葉に従うと、ウサギの体はあっという間に元通りになっていった。ウサギは大喜びで礼を言った。ありがとうございます。あなた様は今でこそ人の荷物を背負われていますが、必ずや立派な神様になられることでしょう。大国主の御事はその言葉を聞いて大層喜び、旅を続けたという。三人の泥棒と十人の商人。旅をしながら商売をする十人の商人がいました。ある森に差し掛かった時です。三人の刀を持った泥棒が十人の商人を取り囲みました。有金と持っているものを全部置いていけ。服も脱げ。何の武器も持っていない十人は泥棒の言いなりでした。腰布の一つ巻きつけた裸の商人たちを見て、泥棒たちは笑いながら言いました。お前たち、その格好で踊れ。商人たちは泣きたくなりました。でも踊らないと殺されるかもしれないのです。その時、突然一人の商人がこう歌いながら踊り出しました。あっちらはエリスで、こっちらはエンティ、エイリスでエイノンを取り巻けば、
エイリスとエノサ、タンタンタンタタタンタン。商人はお客さんの前では品物の値段を言うときは暗号を使います。エリスは3、エンティは10、エノは1。つまり歌の意味は、あちらは3人でこちらは10人、3人で1人を取り巻けば3対1になるのさ。そんな暗号を知らない泥棒たちは手を叩いて喜びました。でも商人たちは踊っている間に3人1組になり、泥棒たちに飛びかかって縛り上げ、無事に取られたものを全部取り返しましたとさ。下切りすずめ。昔、山のふもとにおじいさんとおばあさんが住んでおりました。ある日、おじいさんが山へ芝刈りに行こうとすると、すずめがチュンと肩に止まりました。おやおや、かわいいスズメじゃわい。おじいさんはお釜に残っていた飯粒を3粒スズメにあげました。チュンチュン喜ぶスズメを後にして、おじいさんは山へ出かけていきました。お釜に残った飯粒でおばあさんは障子を張る糊を作りました。すると、まだお腹の空いていたスズメはその糊をついばみました。これスズメ、それは食べ物じゃないぞ。怒ったおばあさんはそう言うと、スズメの舌をハサミで直近。スズメは泣きながら飛んでいってしまいました。夕方になり、山からおじいさんが戻ってきました。ばあさんや、今朝いたスズメの姿が見えんがの。あのいたずらスズメ、のりを食べてしまったので舌を切ってやったわさ。なんとむごいこと。びっくりしたおじいさんは竹林にスズメを探しに行きました。スズメや、スズメ、お前のお宿はどこじゃいな。おじいさんが呼ぶと、どこからかチュンチュンと答えるスズメの声がします。見ると、小さなスズメの宿がありました。たくさんのスズメたちに混じって先ほどのスズメもいます。ああ、こんなところにいたのかい。どれどれ、舌は大丈夫か。はい、大丈夫です。それよりおじいさん、ここでゆっくり休んでいってください。スズメは歌ったり踊ったり、ごちそうを用意しておじいさんをもてなしました。お腹がいっぱいになったおじいさんが帰ろうとした時です。優しい優しいおじいさん、どちらでも好きな方をお持ちください。そう言ってスズメは大きなつづらと
小さなつづらを持ってきました。では小さい方をいただくとしよう。家に帰ってつづらを開けると中には宝物がどっさり。それを見ておばあさんは驚きました。どれどれ、私もそこへ行って大きな方をもらってくるとしよう。欲張りなおばあさんは早速スズメのお宿に行って大きなつづらをもらってきました。でも家に帰る途中でどうしても中身が気になりつづらを開けてしまいました。すると中から大蛇やら大ガエルやら化け物が次々と出てきました。おばあさんはひゃーっと叫びながら家に逃げ帰りましたとさ。わがままな巨人。あるところに大きなお屋敷と広くて美しい庭のある巨人の家がありました。7年間留守をしていた巨人が家に戻ってみると庭で子供たちが楽しそうに遊んでいます。わしの庭で何をしている？さっさと出て行け。わがままな巨人は子供たちを追い出して屋敷の周りを高い塀で囲んでしまいました。やがて冬が来て春がまた巡ってきました。けれど巨人の庭だけはいつまでも冬のままでした。ある朝ふと目が覚めた巨人は庭の木々の枝に子供たちが腰掛けているのを見ました。子供たちのおかげで木々は喜んで花を咲かせ、小鳥たちも楽しげに飛び回っています。けれど、片隅の一本の木だけには冬が残っていました。一人の小さな子供だけが木の枝に登ることができずに泣いています。これを見て巨人はつぶやきました。わしはなんて自分勝手だったんだろう。なぜ春がわしの庭にやってこなかったのか今になってやっとわかった。急いで庭に出ていくと巨人は泣いている小さな子供を抱き上げて木の枝に乗せてあげました。すると木はたちまち花を咲かせ、鳥は枝に止まって歌い出しました。ここはみんなの庭だよ。庭にいる子供たちに向かって言うと巨人は高い塀を壊しました。それから何年かが過ぎ、巨人はとても年を取り、体も弱りました。ある冬の日、巨人は以前庭の隅の木で泣いていた小さな子供の姿を見つけました。一体あなたは誰ですか？
と巨人が聞くと、子供は微笑んで言いました。今日は私の庭にあなたをお連れしましょう。私の庭は天国です。いつものように遊びに来た子供たちは、木の下で白い花に覆われて息絶えている巨人を見つけたのでした。